夫以外の男性に名前を呼ばれるなんて、あの人に何と言えばいいの？大げさやな。胸の奥に感じるこのうずき、もしかしてこれは裏切りの証？はなちゃんの先輩さんが作ったコロッケ食べ過ぎただけとちゃう？そうなのよ、最近脂っこいものを食べると。ってまだお母さんはそんな年じゃありません。次回宇崎一家は勢ぞろいしたい。2話から地味に声だけで撮った私もいよいよ顔見せやで。